こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回はモンスターハンターダブルクロス二つな天元玉三つね依頼の G5 行ってみたいと思います。ということで今回はコードさんの目線をダイスアテレコでお送りします。自分がどんな感じで狩りに向かっているのか、他の方の目線で見るの初めてに近いのですごく今回緊張してます。怪しい動きしてると思うんですよね。はい、自分でもチェックしながら、お話ししていこうと思います。二つな天元玉三つねのクエスト G5 だと最初に G4 が来て、その後玉三つねが来て、で最後天元玉三つねっていうことで3体連続狩猟なんですよね。しかもここはステージ的にも罠が使えないっていうのことでだいぶですね苦戦しました。はい、お、乗ってくれてる、ありがとう。もう人の目線ってこんな感じなんですね。あ、私来た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 、あ、なんかジャンプしてる自分はですね片手剣のエリアルスタイルできてるので、かなりですねいろんなところでジャンプ攻撃をしてるんですけど、こうなんかぴょんぴょん飛んでるんだなっていうのを今見て分かりました。恥ずかしい。はい、麻痺、ナイス。ね、尻尾をね狙ってたんですよ確かこの時。でも途中からね尻尾側に行けないっていう不測の事態に陥ってます。いつものことなんですけど、尻尾狙いたいんだけど頭の方来ちゃったっていう人の目線で見ると怪しすぎる動きをしているのがよくわかるんですね。なんか恥ずかしいすごい恥ずかしい。よし、転んでるよ。あとは、スタイルも違うし使ってる武器も違うので、他の方でこうタッチ使ってたり体験使ってたり、あとは弓だったりとかガンスだったりいろいろあると思うんですけど、自分で使って今やっている武器は私の場合は、双剣と片手剣なので、こう使ってない武器、未だ使っていない武器、どんな感じの攻撃が出てるのかっていうのを楽しみに今見てます。はい、お、乗ってくれてる、あ、ファイト。これなんか乗りの時の支援とかってめっちゃ大事だと思ってるんですけど、私の場合暴れるとやられるっていうのことでね、半分ぐらいは逃げてます。あー、玉三つねが後ろ来てる。これ G オーガの途中で出てくるんですよね。なんでそのまま G オーガをいかに素早く狩るかを目標にしてました。尻尾切れてる、ナイス。お、すごい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 、いろいろ飛んできてる、まずい。これ自分だと当たらないような位置に行ってるつもりでよく当たってるんですけど、こうやって見ると他の方の目線でもその当たりそうな位置にいるのが分かりますね。めちゃくちゃなんか恥ずかしいけど、うん、本当に勉強になるので、これを機にこの辺にいるのいいんじゃないかなをもうちょっとね探っていこうと思います。お、ジンオーが倒してる、やった。次は玉三つね、すごい倒してる。頭狙いで倒せるのがかっこいい。あ、私横でジャンプしてんじゃんピヨーンってピヨーンってめっちゃジャンプしてた、びっくりした。多分ね今尻尾をね一生懸命狙ってるんですよね。で、おー、でデスレストレインの方がいるので麻痺をつけてくださってますね、ありがたい。おお、私ジャンプしてるあ、なりしてくれてる。おお、吠えるね。狙いはどっち行くんだろう。あ、尻尾くるのかな、お腹周り。私確かこの時ジャンプしながら尻尾狙いたいなってやってたはずなんですけど、尻尾の位置じゃないね、若干ずれてるね。これちょっと修正しようおお、あ、ジャンプ、まずいまずいまずい。お、粉塵使ってくれてる、ありがとう、助かります。こうやってねマルチで一緒に遊びに行ってる時はお互いに粉塵をし合うという
私でやるタイミングが若干遅くなりつつあるなってしまうことが多いので、早め早めにね粉塵飲むように見るようにはしてるんですけど、なかなか余裕が持てません。強いモンスターだとなおのことゲージ気をつけたいと思います。反省点ここで反省していく。あー、うん、おお怒ってるね。ありがとう。これ自分がどこで粉塵飲んでるのかいまいちよく覚えてないな。ただ、粉塵を作る材料は持っていってるので、どこかでね調合して使ってるんですよね確か。よっ、あっ、ん、後ろ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 、ファイトファイト、端っこだね。あ、私ジャンプしてるね頭周りにいるんだ。耳栓を私はつけてるので方向とかは大丈夫なんですけど、今までねつけてなかった時はだいぶ縦ガードのタイミングがよく分からずやられることが多かったです。今は耳栓つけてるのでスキルとして耳栓とても重宝しています。頭狙ってる。おーすごっ、お狩り技、あかっこいい、こんな感じなんだ、いけてるね。終わりだ。この後天元玉三つねが出てくるまでの間は若干ブレイクタイムがあるので、確かねこの辺りで粉塵を覚醒してるはずなんですよね。あ、私なんか飲んでる若干見えてる。なんか面白いですね、目線が違うだけでこんなになるんだ。これねバリスタを多分取ってくれてるんですよね。あ、来た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 、ヨロヨロしながら来た来た、一緒に取っとこうバリスタダイス多分まだあれですね、バリスタのところから戻る最中だと思います。はい、出た天元玉三つね。この子がまた強くって片目だけね青いんですよね。途中で怒り出すと青くなる。あ、来た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 、青くなった。二つな玉三つね、うん、 G5 までやってきて一番個人的に難しいなって思ったのが、一回もね倒れてはいけないクエストかここなんですよね。この G5 だったんですけど、やっぱり数出てくるっていうのがあるので G5 の方がね苦戦しました。うん、あ、飲んでる、多分今私が飲んだのかな、なんか飲んだ気がする飲んでるのも見てるとわかるんですね。おお、あ、やられてる、自分がやられてる、これ。えっ、おー、麻痺、びっくりした、ありがとうございます、ありがたやそっか、お腹のあたりを切ってくれてたんだ。おお、え、私倒れてた今自分倒れてた、回復ありがとうございます。なんか見ていて思った感想は、ぴょんぴょん飛んでエリアル使ってるかなんか倒れてるかしかないかもしれないうわー、狙いにね行ったりはしてるんですけどね。よっ、お、回復ありがとう。これはお、バリスタ使うの、おお当たってる。あ、なんか来てる、なんか来てる。お、弾も崩れるんだ、知らなかった。シャボン玉崩れるんですね。倒れてるよ。そうか、こうやって支援するのも方法としてはありですね。今後ここのステージだったら甘つ長土とか来た時にはバリスタ打つようにしてるんですけど、さっと打ってさっと戻る、やっていこうと思います。課題だね。もう、いやー、自分が飛ばされてるの面白いなと思ってしまう。うわー、びっくりした。お、回復ありがとう。あ、カラータイムが出てる、まずい。
私まずい、あすいません、はい、おつりました、おつりました、やっちゃいました、はい、保険かけてきてるので3分の0ですね。もうちょっとかな、まだかな、やっぱり体力も多いですね。あとは攻撃もすごく痛いです。一回当たった時の持っていかれ方が、うん、初めてね、二つ名の G1 に行った時にめっちゃ驚きました。はい、G9 でも驚いたんですけど、やっぱりそれ以上で当たり前のごとく映っていましたね。うん、もう回数いって慣れたいですあとはね、玉三つ根の、うんと、三つ根 X シリーズを今見た目装備かなで自分はつけて遊んでいるのですが、お供のね、装備が天元玉三つ根の装備めっちゃ可愛いんですよね。なんで新しい子雇用した時には使おうと思います。今から夢なんですよね。まだね、スカウトお願いしてるところなので、見に行っていい子がいたらその子には、そうですね、天元玉三つ根の装備のお供を作って一緒に狩り行きたいと思いますお、回復してる、ん、あ、尻尾かば、おーおー、狩り技、あー、爆発巻き込まれちゃってる、お、消えた、なんか落とし物があるのがすごい気になるけど、麻痺つけてくれてる、ありがとう、おー、終わった終わった、すごー、こんな感じの目線なんですね。うんうん、じゃあ気取りしましょう。何が出るんだろう、泡立つ、今の液って結構私出てるんですよね。これはこれね、多分取り忘れてるんですよ。お、例の大粒の涙、私それ取れてなかったはず、確か。いいな、気づいてなかった、いいなもうちょっとね、剥ぎ取りした時に周り見ようと思います。うん、追ってたりしますもんね。あと、あさっての方向に行ってるけど何してんのかな、私何してんのこれ、あれ取りすぎてってる恥ずかしい。ということで今回はですね、コード3視点の天元玉三つ根 G5 ダイスアテレコでやってみました。最後に他の方の報酬が何が出てるのかをめちゃくちゃ気になるので、ちょっとね、覗いていきたいと思います。私多分確かこの時天輪とか出てなくって、あの玉だけ出た気がするんだよね。あ、ちょっとなんだそれ、みんな発見してしまった、なに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 、待って待って待って、それそれそれ、え、通り過ぎてるけど出てたんじゃない、出てたんじゃない、今いいなあいいな、お、最初金冠ゲットしました、はい、ということでいやー、天理出てましたねあー、いいな、うん、いつか出してゲットしたいです、はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!